こんにちは、ごまおです。本日はですね、社畜脱却の未来妄想図ということでね、ごまおのこれからの、今副業してますけど、これが独立へのね、道っていうのを、妄想してみましたので、その妄想図をね、皆さんにちょっと公開しながら、一緒にどんなふうに独立していくのかっていうのを考えていこうというね、お話をしていきたいと思います。この動画はですね、お金の知識を伝えるごまおがお送りしていきます。自身がね、うつ病で休職する前後にお金に関する不安でいっぱいでした。同じような思いの方の一人でも役に立ちたいお金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。得意なことはね、楽天経済圏を駆使した節約術、米国株 ETF 中心の資産運用、YouTube 発信などの副業についてですね、お話ししていきます。今回はね、副業にトピックを当てて、どんな感じでね、ごまおが副業を進めているのか、今後の未来、どんな感じでやっていきたいのかというお話をしていきたいと思います。この動画ね、こんな簡単向けの動画になっております。現在ですね、社畜&副業がね、どんな感じで将来考えているのかを、その、ね、思考をね、暴露をしていきますので、それを知りたいという方でですね。で、前提としてですね、ごまおは、会社員、サラリーマンやってまして、副業をやってます。で、専業主婦の奥さんがいて、子供が2人、3歳と1歳います。で、住宅ローンを持ってますということですね。で、大体ですね、月に25万円あれば生活できるっていう感じなんですよ。家族4人でね、住宅ローンも払いながら、修繕積み立てとか固定資産税のこと考えながらね、積み立てたりとかしながらですけど、貯金も投資もしながらですけどね。で、25万円あれば生活できるという感じですけども、社畜脱却のね、未来妄想図をこう、知りたいという方に、でね、参考になると思います。で、結論からね、申し上げていきますと、こんな感じになってますね。まずね、不労所得と小労所得で月に20万円稼ぐっていうのを目標にします。不労所得、小労所得っていうのは、投資とかでね、もらえる配当金とか、小労所得、自分のね、在宅でできる仕事、こうやって YouTube 撮影して、広告収入もらったりとか、それが小労所得って、自分では言ってるんですけどね。労働所得に近いっちゃ近いかもしれないですけど、自分の事業でね、稼ぐっていうやつで、なるべく、過去にね、出したコンテンツが稼いでくれるような仕組み作りっていうのを小労所得と言ってますけど、こういう感じのもので月20万稼ぎていきたいなと思ってます。では現在ね、約10万円ぐらいまで来ているので、これはね、この調子で伸ばしていければいいのかなというふうに思ってます。で、続きまして労働所得ですね。これが今会社員で働いているのと同じで、日銭稼ぎっていう感じですかね。働いた分だけもらえるような仕事。これも、月に20万円ぐらいやっていければいいかなという感じなんで、将来的にはね。現在はそういう仕事はやってないんですね。例えば狙っているのが、動画編集の仕事とかですよね。はい。動画編集の仕事を受け負って、それを納品して、そのね、じゃあできました、ありがとうございますって言ってお金もらえるみたいなね。それいうのをやっていきたいなと。あとはブログとかもやってるから、ライティングのね、仕事とかもやったりとかっていうことができればいいなっていうのはね、思ってます。でも現在まだやってないんですけどね。そういうのはね。現在は普通に会社員としてやってるから、その時間はちょっと取れてないと。で、会社員の給与は現在30万円。ぐらいはもらってるんですけど、これは多少下がってもいいから月20万円ね、もらえてれば、不労所得、小労所得と合わせて、合計40万円ぐらい稼げれば、全然家族4人で暮らしていくのも、あと住んでる場所が割と都会なんでね、ここら辺がボーダーラインかなというふうに思ってます。あとはね、社会保険料とかね、会社員じゃなくなると考えなきゃいけない。なってくるので、国民健康保険とか国民年金とかにするのか、マイクロ法人とか使ってね、そこら辺をちょっと、扶養の適用できるようにするのかとか、いろいろ考えなきゃいけないことあるんでしょうけどね、そこら辺をいろいろ加味しても40万円ぐらい稼いでね、いかないと厳しいかなっていう感じでね、40万かける12ヶ月でね、年収480万とか、贅沢かな、もうちょっとね、少なくても、やっていければやっていけるんでしょうけどね、趣味が投資、資産運用みたいなところもあるんで、資産運用にもね、お金回していきたいしっていうね、のもあるし、子供2人ね、教育費どれぐらいかかるのかっていうのもありますね。そこら辺いろいろ考えるところもあって、これぐらいがね、ボーダーラインっていうかね、ここら辺を最低ラインとして、ここを突破できる、目処が立ったら、
独立っていうのもいいかなっていうふうには思ってます。はい。で、具体策、ちょっとお話していきますと、まあね、内訳っていう感じですけど、まずですね、配当金に関してですね、5万は、まあ、米国株から配当金を今もらってるっていう状態なんですけど、だいたい今月に平均で鳴らすと2万円、1ヶ月に2万円ぐらいもらえてるっていう状態です。まあ、これだけでもすごいありがたいんですけどね、まずはこれを月に5万円まで、アップさせるっていうのを狙っていますね。はい。これはまあどうやって達成するかっていうと、ズバリ2000万円ぐらいを資産運用すると。で、配当利回りが3%ですね。いう感じでやると、まあ年間で60万円ぐらいの配当金がもらえるっていう計算になります。それ12で割るとね、月に5万円ぐらいもらえるっていうね。だからまあ資産運用の額が2000万円、これをまあ目指していきたいなっていうのが、まず一つ。はい。で、あとは、ストック収入を増やすっていうね。まあ、YouTube、5万のメインのね、ストック収入は、まあ、毎月、副収入の報告出してる、動画で出してますので、そっち見ていただければ、詳しい内訳わかるんですけど、まず YouTube の広告収入があるのと、あと、Kindle、電子書籍ですね。Amazon から販売されてる5万の書籍、が、まあ、Kindle Unlimited とっていうね、まあ、読み放題のサービスとかも対応になってますので、大体毎日読まれるみたいな感じになってるんですね。それはまあ読まれたページ数分のロイヤリティが発生するみたいな感じなんで、まあ、一度ね、こういうのはコンテンツ出してしまえば、長女が入ってくるみたいな収入ですね。まあ、大体月に合わせて7万円ぐらい今稼げてますね。これをね、まあ、倍ぐらいかな、月15万円とかにね、できていければいいかなっていう気がしてるんですよね。まあ、こうやって YouTube 定期的にね、動画出してって、認知度を深めていくのとともに、まあね、書籍の新刊とか出して、なかなかね、これ新刊がね、出せてないっていう現状なんですけど、ここら辺もね、時間取ってやっていきたいなというふうに思ってます。で、あとは日銭稼ぎですね。ここら辺を、まあ、セドリも、まあ、楽天ポイント セドリちょっとやりつつ、あとプログラミングとか動画編集とかね、まあ、あとライティングとかもあるけど、そういうね、技術をちょっとね、身につけて、あとまあ最初はランサーズとかでいいと思うんですけど、そういうクラウドワークスとかね、ああいうところからまあ、ね、仕事を受注して経験をちょっと積んでみて、まあ、自分に合ったね、なんか家でできて、まあ、手を動かせばね、お金になるみたいなね、仕事。まあ、今、セドリで月に2万円ぐらいはいってるかなっていうぐらいのね、感じなんですけど、それをもうちょっとね、まあ、いろいろ増やしていければ、月に10万円とかにね、していければ、これで、まあ、独立までのね、道が開けるんじゃないかなっていうね。まず、配当金とかストック収入でね、まあ、守りのね、守りの安定収入をガチッと掴んでおいて、あとは手を動かせばね、まあ、稼げるみたいなスキルが身につければ、まあ、このね、安定などない時代の中でもね、わりかし、まあ、心穏やかにね、生活をね、成り立たせることができるのではないかなという具体策をね、考えてみましたね。まあ、イメージですけどね、妄想図ではありますけどね、まあ、こんな感じになってますということですね。で、もう一回もうちょっと詳しくね、まとめてみましたのがこちらです。配当金を2万円から5万円にしましょうとね、現状、米国株中心の配当金投資をしています。VYM とかね、高配当株の ETF とか使っていくと、まあ、割と分散もできて、かつ、配当利回りもいいというやつをね、やってますね。今は1000万円程度の資産運用で、2019年は年間20万円の配当金をもらってます。2020年は年24万円程度だからね、月に2万円なんですよね、今ね。2000万円から2500万円ぐらい運用して、年間60万円配当ゲットを目指す努力というよりは、これは時間をかけてね、増やしていかないといけないですね。やっぱり投資するには、その投資するためのお金、種銭をね、用意しなきゃいけないんで、それはね、なかなか、給料の一部から出すわけですから、時間をかけてね、コツコツと積み上げていくしかないっていうのが現状ですね。はい。で、ストック収入に関しては YouTube、Kindle ですね。これを7万円から15万円にしたいと。YouTube の広告収入、Kindle の販売収入があります。YouTube がね、大きく伸びるフェーズは正直終わったかなというね、感じはしてます。2019年はすごく良かったんですけどね、すごく伸びたんですけど、まあ、2020年の3月ぐらいまでは伸びてましたね、すごい勢いでね。
か、ズーンって伸びたんですけどね。ちょっとね、今はそういう、ね、フェーズじゃないかなって感じですね。まあ、ごまのスタイルがあんまり良くないのかなって、まあ、そこら辺は分析必要なんですけども。まあね、伸びてる人は伸びてるしね。っていう感じですけどね。まあ、Kindle などのね、自分の商品をまあ充実させたいっていうのはまあ一つありますね。現在、Kindle は4冊発売してますので、で、ここでね、傾向はなんとなく掴んだので、まあ、もっと本を出していければ、まあ、関連してね、まあ、1冊でもね、あ、この本良かったなと思ってくれれば、じゃあこの人の書いてる本もう1冊読んでみようっていうね、ふうに思っていただければ嬉しいし、読んでもらいたいなって感じですね。まあ、積み上げていく資産だかなという感じですね。ここら辺のストック収入ね。で、最後に日銭稼ぎですね。これはね、現在楽天ポイントセドリとね、楽天ルームっていう、まあ、アフィリエイトの機能を使って月に2万円ぐらいもらえてるので、まあ、このリサーチ、ね、あと足を使ったりして、まあ、セドリの技術もまあ掴んでいければと思います。で、プログラミングに関してなんですけど、HTML と、ね、CSS っていうのは本読んでホームページ作るぐらいはね、できたんですけど、まあ、身につけたい技術ってあるんですけど、まあ、そこまで自分に合ってるかなっていうのはちょっとね、わかんないです。まあ、もうちょっとね、そんな得意不得意とか判断する前にもうちょっとね、時間かけてやれよみたいなね、こと言われちゃいそうなんですけど、ここはちょっと迷ってますね。で、実際 YouTube 運営の実績があるんですけど、まあ、動画編集のについての話ですけどね。今こうやって YouTube の運営をしてるんですけども、まあ、Adobe Premiere Pro とかね、を使ってのスキル、動画編集のスキルっていうのはないので、まあ、ここら辺ね、やっぱ Adobe とか導入して、スキル磨いた方がいいかなっていうのはね、感じております。そうした方がね、まあ、案件とかも取りやすいみたいなんで、そういうのもやっていこうかなっていうのはね、思ってます。まあ、そういう案件の、ね、調査からイメージするっていうのも大事かと思いますよ。例えばね、その動画制作の案件っていうのを、まあ、クラウドワークスとかでね、調べてみて、まあ、1本いくらぐらいでの、ね、もらえるのかなってイメージすることは大切かなと思います。まあ、1本作るのにまあ何時間かかって、この1本まあ5000円とかでやるならまあ時給500円ぐらいになっちゃうなとかね、まあ、イメージすること大事かなという。目標ね、イメージできたら具体的なと。具体的な対策が取れるというね、ふうに思います。例えば、まあ、Adobe Premiere 使うにしてもね、その使い方は、まあ、YouTube で学ぶべきなのかね、スクールに行くべきなのかとかいうね、判断もしますし、まあ、プログラミングしたいんだったら、その、まこなり社長のね、スクール行くのかとかね、学ぶさんのところに行くのかとか、それとも独学でやるのかとかね、まあ、比較して、調査するっていうのが必要かなというふうに思います。まあ、最後ちょっと、ね、まとめてみますとこんな感じです。まあ、不労所得、初老所得だけの社畜脱却はまあ非現実的なんですよね。特にね、ストック収入っていうのはいつ激減するかわからないと思ってるんです。ね、YouTube の広告収入とかね、結構その Google とかに依存するような、収入のもらい方っていうのはね、なかなか、まあ、いつ規約変更とかね、アカウントが停止されたりとかね、わかんないですからね。あんまり頼りにしすぎるのは良くない。だから手を動かせば日銭が稼げるみたいな労働収入を確保したいなというふうにごまは思っています。で、ごまのね、具体的な今後やることについてまとめたらこんな感じですね。まず、Kindle の本を書いて、ストック収入を増やしたいと思います。まあ、復職、ごまはね、うつ病で一回休職して、その後復職してるんですけど、その復職後どんな感じでね、やってきたのかって、そういうノウハウを詰め込んだ本を書いてみてもいいかなとか、あと、まあ、ごまの資産運用のね、ETF についての本も一冊ぐらい書こうかなとか、あとは、まあ、今流行りつつあるね、仮想通貨についての本、ごまは仮想通貨歴4年ぐらいあるので、そのノウハウもね、まとめてみてもいいかなとか、あとは、まあ、動画編集に関しては、Adobe Premiere Pro とかを触ってみるとかね、思ってます。まあ、なんか、両学長のね、YouTube の講座で動画編集の講座とかもあったんで、そういうのも見てみたりしてもいいかなというふうに思ってます。で、投資とかね、YouTube の運営は今のペースで、まあ、あんまりこれね、ちょっと前まで YouTube 毎日投稿とかしてたんですけど、ちょっとね、体壊しちゃいそうなんで、今週2、3回ぐらいのペースにね、落としてるんですけど、それでやっていこうかなと思います。あとは、まあ、未来への種まきですね。まあ、いろんな事業も挑戦していって、いればいいかなと思います。まあ、音声メディアですね、もやっていきたいと思います。まあ、このね、ラジオとかですけどもね、やったりとか、あとはまあ仮想通貨投資なんかもね、まあ、やけどしない程度にちょっと触っていくっていうね、まあ、新しい技術に触れるってことがね、目的ですから、まあ、儲けようというよりかはね、その技術を、スキルを身につけようっていうことを目的にやっていければといい
いいかなというふうに思ってます。まあ、こんな感じでね、副業とかでね、今を変えたい人へ向けて体験談という有益な情報発信をしていくっていうのがままのスタンスです。最後まで見ていただきまして誠にありがとうございます。またね、副業に関しては毎月副収入についての報告とかもしてますし、こうやって、今自分がどんな風に思っているのかとか、どんな計画を立てているのかっていうのを話す機会も作れたらいいなと思っております。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。